なんとか無事に通り抜けられたな。まさか正面から潜り込むなんて。時間がない。この方法が一番手っ取り早いからな。この程度なら訓練の方が簡単だ。これは実戦。もしバレたらどうなるか分かってるの？それでもここまでたどり着くことができた。違うか。ヤポネンシスの情報が確かなら、敵は今頃このエリアを包囲している最中のはずだ。そうなったら逃げ場はない。なら無理にでも集落を突破する価値はある。尺だけど、あんたの言うことも一理ある。それで次はどうするの？もう橋まであと少しだ。包囲網さえ突破できれば、あとは俺に手立てがある。はあ、それまでに蜂の巣にされてないといいんだけど。まあいい、さっさと行こう。この道は東部峡谷地帯に続いている。もう少し行けば橋が見えるはずだ。兵士の数も少ない。情報は正しかったんだ。言っただろ、彼は信頼できる筋だと。そして俺は君を必ず助け出す。大口を叩くのはうまくいってからにして。それより橋を渡った後はどうするつもり？君はアンダーソン副隊長と会う前、どうやって移動してたんだ？図星のようだな。君は我々のエージェントと同じく国際難民救援機関の車両で移動していたんだろう。そうだけど、こんな場所まで難民者が来るっていうの？ミッドは彼らに資金援助をしている。見返りとしてちょっとばかり便宜を図ってもらってるのさ。アンダーソン副隊長は君が難民者に乗り込んだ形跡を見つけて居場所を知ったんだろう。南連の諜報機関が国際 NGO にまで手を伸ばしていたなんて意外。これは同胞たちを守るために必要なことだ。この過酷な地域の救援活動は主に人形が担ってる。俺たちはその視覚情報を借りてるだけだ。すぐ近くを人形が運転する難民車両が通る予定だ。急げばそれに乗ってここから脱出できる。人形たちがこのエリアを自由に出入りできるのは救助隊の信用のおかげ。南極とのつながりがロレンに知られたらどうなるか分かってるでしょ。他に方法があれば俺だって彼女たちを巻き込みたくない。一番危険なエリアを抜けて最寄りのセーフハウスに着くまでちょっと乗せてもらうだけさ。そこにさえ着けば補給物資も暗号通信が可能な通信機もある。他者と連絡を取り安全に避難することもできるだろう。タサ、我々の空挺部隊だ。タサさえ来てくれればどれだけのロレン軍に囲まれようと問題ない。ケンプフェはちゃんと約束を守ってくれたみたいね。もしあの時彼らがいれば。それでどうやって難民車に乗るつもり？運行ルートとスケジュールは覚えている。今からでも乗れるはずだ。ただ最初の計画だとパン屋を確保した後そのままセーフハウスへ直行する手はずになってた。合流予定時間はとっくに過ぎてる。タサがまだ待ってくれてることを祈ろう。もし誰もいなかったらどうするつもり？自力で撤退地点まで行くしかないな。だと思った。移動する前に手持ちの物資を確認しよう。肩に乗ってるそれ小型の物質シャトルだと思うけど、直接物資をリコーラプスして送れないの？なぜそんなことまで。これは機密事項のはずで。部外者の前での使用は厳禁でしょ。そんなの気にしなくていい。私の前でアンダーソンが何度も使ってたから。アンダーソンのやつ、すまない。使いたくても使えないんだ。装置と中継機の通信が妨害されててポートへの接続がオフラインになってる。この状態だと何も転送できない。こんなところまで妨害が。物質再構成はできないの？物質シャトル装置ならアイテムを合成できたはずでしょ。上からの許可が必要だ。南極の規則とやらは本当に。貸して。
何をする気なんだ。ここを切ってこっちをショートさせればこれでいけるはず。今何を。このガラクタの遠隔ロック機構をバイパスした。これで合成機能が使えるはず。本当に動くぞ。どうして物質シャトルの改造までできるんだ。そう、アンダーソンが私の前で実演してたから見て覚えた。またアンダーソンか。シミュレーションで何度もやってきたけど実践するのは初めてだ。訓練と同じようにできればいいが。あとは合成するための素材が必要だ。行こう。詳しい計画を立てるのは橋に着いてから。
人。
大丈夫？周囲は一面ロレンの防衛線。私に捕まって。加速して奴らの側面から回り込む。ああ、わかった。拠点の奴らは振り切ったけど、山一帯はロレンに封鎖されているし、防衛線だらけ。今の状態じゃこっちの位置情報は敵に筒抜け。このままスノーモービルで脱出するのが現実的じゃない。確かに強行突破じゃリスキーすぎる。スノーモービルを捨ててもう少し北上すれば雪山を抜けられるはずだ。林の中を歩いて移動した方が安全だ。そのまま突っ込んでいくよりは良さそうだね。あとは彼へルートを。ヤポニンシスとやらを頼るのは後にして。前方に防衛線、敵が集まってる。モービルも長く持ちそうにない。ここで乗り捨てる。突っ込むぞ。もう敵の射程圏内だよ。3つ数えたら左側から飛び降りて。了解。3、2、1。